ないの。ここはわしに任せて、早よ将軍様を叩き起こしてこいや。わかった。頼むぜ、はじめちゃん。上様、やつが例の賊にございます。見ればわかる。立ちを持て。はっ。恐ろしく手だれの者たちでございます。たった二人でここまで。その方、何が目的だ？あんたが徳川将軍か。なるほど、俺の顔も知らんか。だが、たった二人でここまでたどり着いたのは見事だ。お前の狙いはこの慶喜の首か？いえ、俺たちは上様に聞いていただきたい話を持って参上しました。ご無礼は承知の上ですが、この国を救うためです。たわけが！賊が偉そうに何を抜かすか！お前は下がっている。
お前たちも手を出すな。上様。徳川開幕以来300年、将軍の首を狙う賊は何人もいた。だが今度の賊は、この俺に国を救う話を聞けという。徳川の世はそこまで衰えたか。俺に話を聞かせたいのなら、聞く耳を持たせてみろ。安心してかかってくるがいい。一度命令を下した以上、この者たちはたとえ俺が死んでも手は出さん。それが上様のお望みなら。遠慮は無用だ。お前も国を救うというなら、それに準ずる覚悟もあるのだろう。だが俺も伊達に将軍を名乗る男じゃないんでな。行くぞ。Oh!
ったな。ああ
って。あなたを切ったところで徳川は滅びない。頭をすげ替えて存続するだけだ。今それを倒すために勤王派が戦争の準備を始めている。薩長同盟のことを言っているのか。そのことはご存知なんですね。当たり前だ。衰えたとはいえ徳川の密偵は至る所に潜り込んでいる。今その薩長と英国のグラバーって武器商人とをつなぐある男がいます。そいつは最新式の武器を船で運び薩長を倒幕に焚きつけている。おそらく薩長の開戦準備は上様が考えているよりも進んでいます。もういつ火の手が上がってもおかしくはない。バカな連中だ。今は日本人同士で争っている場合じゃない。だがお前も薩長の一味なのか。俺は日本人同士の戦争を避ける案を申し上げに参っただけです。戦争を避ける策。これは上様、こんな族の言うことを聞く必要などありませんぞ。聞かなければこの男に切られるだけだ。もちろんお前もな。そんな。おう、くっちゃ済んだね、はじめちゃん。こっちももうすぐ済む。大政奉還。この俺に徳川300年の幕を引けというのか。それを決めることができるのはあなただけです。ここでの返事はご無用。あなたがそれを読んだ時点で俺たちの用事はもう済みました。一、有罪の苦行職を及び天下の人材を顧問に備え官職を賜い、よろしく従来有名無実の官を除くべきこと。この国の階級社会を潰せばどんな混乱が起きると思う。混乱するのは今まで階級社会にあぐらをかいてきたほんの一握りの連中だけです。なるほど、確かにそうかもしれんな。上様、なりませんぞ、そんなことは。どうか冷静なご判断を。その方、名を何と申す。
土佐藩士坂本龍馬。坂本龍馬。なあ、はじめちゃん、わしらもしかしてどうらいことやったんとちゃうか。さあな、ただこれで例の坂本龍馬が動き出すはずだ。まさか徳川が政権を返上するとはな。こうなると桂と西郷も倒幕戦争を引き起こすだけの口実がない。少し面倒なことになったな。大政奉還の裏にいたのは新選組と例の斎藤はじめ。やはり坂本龍馬は二人もいらないな。そうは思わんか、坂本さん。まあいい。薩長にはあんたが流してきたイギリスの武器で軍備を整えさせてきた。幕府にその気がなくても戦争の火種をつけてやることは簡単だ。やはり新選組を使う時が来たな。桂小五郎と西郷吉之助による薩長同盟は幕府打倒へと大きく歴史を動かそうとしていた。その裏にはもう一人の坂本龍馬が暗躍し、日本中を戦火に包む倒幕戦争の引き金に指をかける。近藤勇は言う。今日本人同士で血を流せばこの国を異国の侵略から守る者もいなくなる。龍馬は沖田総司と共に江戸城を襲撃し、大政奉還を進めることで倒幕戦争を阻止。同時にそれはもう一人の坂本龍馬への宣戦布告でもある。その報復がどのような事態を引き起こすのか、龍馬はまだ知らない。言うこっちゃ。そんな、近藤さん、間に合わなかったってのか。身ぶろめ、とうとうやるよっと。むちゃくちゃにも程があるわ。町に火つけて回るなんて狂気の沙汰や。あいつら一体何のつもりやねん。
おい、今の話本当なのか。何ですかお侍は。これが身風呂新選組の仕業だってのか。ああ、せや、あの浅葱色の連中が方々で火つけて回っとる。うちもこいつもみんな見とるんや。くそ、ちょっとはじめちゃんどこ行くんや。
確か。
じめちゃん、ちょ、待ちや。そっち危ないで、死ぬ機会な。おい、そんなに急ぐな。ほら、早行くで。確か、わし。はじめちゃん。よう、マジや。いや、だが置き手紙だ。もう避難しているらしい。ほなら、したら、ああ。ほな、行くで。どないした？局長は、まだ、はじめちゃん。
そっちちゃうで。しかし、えらいことになっとるの。縁組がやってやと大使の一人で持ったら何か聞けるんやけど、たく新選組がやったってなアホな。あよ、イサミちゃん見つけんとな。こっちちゃうで、寄り道しとる場合とちゃうやろ。今イサミちゃんとこ行くんが先や。まあ考えてもしゃあない。あよ、イサミちゃんとこ行くで。きっと両手におるはず。どこ行く気？何の用かやと？決まっとるやろ。何が目的か知らんけど、聞く耳なしやな。ま、くそ、やったれ！本気で行くで。くそ。
Yeah.